秘密委員会は、ロシア皇帝アレクサンドル一世の治世当初に設置された非公式の諮問機関。委員会には、アレクサンドル一世の若き友人たちと呼ばれたパーベル・ストロガノフ、ニコライ・ノボシリツェフ、ビクトル・コチュベアダム・イエジー・チャルトリス・キラ、西欧の進歩的啓蒙思想に通じた青年貴族たちも含まれていた。 秘密委員会は1801年6月から1803年下旬まで続いた。委員会には常日の皇帝の若き友人たちを含む皇帝の側近によって組織された。また、委員会に正式に所属してはいなかったが、皇帝の政治顧問であったミハイル・スペランスキーも秘密委員会の討議に加わっている。秘密委員会は、 帝国の統治機構改革を議論する場として、元老院改革や1802年の省庁設置などの議題を審議した。また、秘密委員会は、濃度問題についても注意を払い、土地政策に関するに、3の直例を準備した。ウィキペディア英語版では、表題がプライベートコミッティー、本文冒頭でプリビーコミッティーと記されている。ありがとうございます。